予算的に久保、レアルとバルサどちらの方がフィットしますか。ね、味方同士ね、ポジショニングで助け合う概念があるのはバルサだから、そうだけど、でもレアルでもモドリッチみたいな選手と一緒にやるんだったら全然いいと思うんで。で、久保の場合は、まあ、アップダウンの体力とか守備のところでは、まあ、そこが唯一欠点って言われるかもしれないけど、ただね、一人で剥がせるし、攻撃の時の共有力、いい選手たち同士だけができる、今ここをこういうふうに動いて狙うよね、みたいなところの能力高いから、だからね、そういう、なんていうのかな、チームプレイヤーっていうか、ね、こう、なんていうの、緩衝材なんかこう、料理でいうごま油的な選手じゃなくて、本当に主役にもなれる選手だから、どっちでもいいと思いますよ。ただまあ、そのチームの特性上考えるとバルセロナかなと思いますね。